今回は岡山県津山市市場の塩定期で水中花火が行われるのでご紹介します。県北では珍しい湖上花火大会は水中花火を含む約3000発が打ち上げられるそうです。今回のイベントは3万人訪れ、35店舗の夜店が並ぶ。はじめに津山市長谷口恵三様お願いいたします。はい、皆さんこんばんは。5年ぶりのですね、この塩田の水中花火、大勢の皆さん方がお越しをいただきました。本当にありがとうございます。夜の小針が降りてまいりまして、やっとですね、この花火、素晴らしいですね、いい天気、いいロケーション、どうぞ皆さんですね、楽しんでいただきたいと思います。ご友人でご家族で、そして帰省をされた方もおいででございましょう。今日はしっかりと楽しんでいただきたい、そういった花火になればと思っております。この花火を開催を5年ぶりにするために、実行委員会の皆様方にも大変なお世話になりました。そのご労苦に心からの感謝を申し上げます。皆さん盛り上がっていきましょう。ありがとうございます。こちらが水中花火です。次々と花火が池に投げ込まれては、線状に花火が開きます。
Thank you.
全然わかんない
になってる。
まして第4系ワリThank you.
なんかいる。じゃあまあ適当になんかサイズ開けるよ。
もう最後だよ。自販機に顔を
以上でございます。
ありがとうございました。ご来場の皆様、お楽しみいただけましたでしょうか。5年ぶりの開催となりました。